こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日は14日でございますね。以前もお話ししましたですけど、あの箱根の歌をねずっと作ってたんですが、その箱根四季の歌という、箱根の春夏秋冬の風情を、戸上ひろ子さんっていう素晴らしい詩人の方がいらっしゃるんですが、この方に書いていただいて、それで作曲はね、あのヒットメーカーの木杉隆夫さんに書いていただきました。これがね、明日3月15日発売でございます。これはなかなかいい歌に仕上がりましてね、まあ、あの箱根のね、これ観光にとっては非常に、まあ、なかなかいい歌かなと思っておりまして、箱根のだから町役場ですね、箱根町、それから、箱根観光協会、箱根 DMO、箱根観光協会ですね、それからあと箱根温泉旅館ホテル協同組合、こういうところとね、こういうところの協力をいただきまして、全国発売いたします。これはね、その箱根観光促進 CD ということで、まあ少しでもですね、箱根観光のまあ協力っていうんですかね、プラスになればいいなと思っておりまして、まあ、あの歌1曲とカラオケ1曲の、まあ、2曲入りなんですけど、まあ、税込みで1000円でございます。それで箱根町へはですね、売上の一部を、寄付いたします。いろいろとね、これは、まあ、ね、あの一年中、それから今年だけじゃなくて、ずっと引き続き長く、ね、いつまでもずっとこうスタンダードな、まあ、歌になるんじゃないかと思っておりまして、まあ、そのためにはね、まあ、多くの方にこの販売の協力を、していただかなくちゃならないわけでございますけれども、まあ、いろいろとその朝日新聞の神奈川版ですかね、それからあと小田原に、FM 小田原って放送局があるんですけれども、 FM の放送局ですね、まあ、あのここといろいろと、まあ、これからお話をしてですね、できたらもう本当に、まあ、朝方とかね、毎日、まあ、かけていただくとか、それからこれね、ロマンスカーとか登山電車とか、ね、市の中に出てくるもんですから、まあ登山電車はね、今あの小田急の系列になっておりまして、今やね、箱根はだいたい小田急ですね。前は西武だったんですけれども、まあ小田急が、ロマンスカー、それから登山電車、それからケーブルカー、それからロープウェイですかね、ロープウェイ、それから向こうのあれですよね、芦ノ湖の、あの海賊船、あれなんかも全部そうじゃないかな。だからもう全体的にね、小田急がいろいろと、努力してですね、箱根の発展にですね、いろいろ、まあ、苦心されているようでございますので、まあ、小田急とね、まあ、お話ができればいいなと思ったりしてるんですけど、まあ、あのね、私のこの YouTube を聞いてくださってる方で、でこの箱根式の歌をですね、まあ、どうやって売ったらいいのか、少しあの、ね、お知恵があればぜひ、コメントをいただきたく思っております。まあ、とにかくね、あのなかなか、これはいい歌でございます。まあ、あのね、式の歌っていうスタンダードな歌がありますけれども、まあ、あれの箱根版の歌を作りたいなということで、それで、まあ、今回仕上がったわけでございますので、まあ、ぜひですね、まあ、箱根もね、このコロナで観光客がだいぶ
ね、やっぱり減ってきたりしてね、なんつってもやっぱりね、観光で、ね、成り立ってる、町でございますので、まあできるだけ箱根の観光にプラスになればいいなと思っております。頑張りますので、ぜひ皆さんの協力を、いただければ嬉しく思います。ありがとうございます。